サイの見たー気がバーンったらそれガーッて消すんだよこれワウワウで流れるからなちょっと待ってチャ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 おかんが肩落とすでガーッチャ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 ブスWe'll be right back.
ちょっと待ってお前ら。お前らもう穴無法地帯やな。滋賀県草津市というところで育ったんですけれども、そこにちょうどまだ今はベッドタウンっていうんでしょうか、なんていうんですかね、すごく土地が高くなって、僕が住んでた時なんかそんなに全然高くなかったんですけどね、この前行ったらなんかすごく大きいデパートができてて、今京都の隣で土地も非常に高くてですね、なんかいや、なんや、隣じゃないか、うん、隣やな、まあそんな時まだ全然すごい、僕オイルショックの時に生まれたんですけど、そんなことはどうでもいいんですが、その時にちょうどいっぱいまだアスファルトとかになる前に、そういうまだあぜ道というか、あぜ道というかな、あれはそういうのがいっぱいあった時のことをなんかね思って歌った歌が、その妖精といたなつって、燃えないゴミの日。
首さられた夢の後、妖精たちは翼を畳んだ、僕と一緒に帰れなかった、僕と一緒に帰れなかった、
ですね、もしあれだったらちょっと皆さんおかけになってくださいよ、ね、
たなら、お父様おやめください。
ぐ君に見せたい新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も
びっくりドキリメガシーン。全国の女子高校生の皆さん、お前ら J-WAVE 聞いたな。Thank you.
ましておめでとう。今年もよろしく。ネナチグサラプソディー。ワン、ツー、ワン、ツー、サン。
かさ、あの時の忘れ物だけど君が部屋のドア叩くことはない。すれ違ったと立ち止まらない。どこかでもし出会っても幸せ祈るだけで振り向かない。君を見つめない。確かに歩き出すよ。二人で過ごした季節は数えるほどしかないんだけど。3月5日早朝4時30分、完全生中継。